こんにちは。今日の講義は書籍リバモアの株式投資術です。この書籍は20世紀初頭に活躍した相場師ジェシー・リバモアが自身の手で執筆した唯一の相場書として知られています。リバモアはその生涯を通じて大きな勝利と破産を繰り返しながらも、厳格なルールと独自の相場観を貫き通した孤高のトレーダーでした。リバモアの投資手法は現代においてもなお影響力を持ち続けています。彼は情報に左右されず、独自の分析と規律に基づいて市場に挑みました。その哲学と戦略は単なる投資の枠を超えて、相場の心理やマーケットの本質に深く根ざしています。リバモアの株式投資術はリバモア自身の手で書かれたため、彼の思考や戦略をそのまま垣間見ることができます。他のリバモアに関する書籍とは異なり、創作や他者の解釈が入る余地がありません。これはまさに相場師自身の言葉で語られる相場の聖典と言えるでしょう。現代の市場は高度なテクノロジーやアルゴリズム取引が台頭する中で、個人投資家がリバモア的なアプローチから学ぶことは決して少なくありません。彼の投機の原則は時間の経過とともに変わる相場環境においても根本的な指針となりうるのです。また本書にはリバモアの生涯を描いた漫画伝説の相場師リバモアも特別収録されており、彼の波乱に満ちた人生をより視覚的に理解することができます。これによってリバモアの生き様がより深く伝わることでしょう。リバモアの株式投資術は2007年にパンローリングより刊行された孤高の相場師リバモア流投機術、大恐慌を売り切った増し玉の極意を見直し解題したものです。この書籍は投資家やトレーダーにとって永遠の名著として位置づけられ、時を超えて多くの人々に影響を与え続けています。リバモアの手法を学ぶことは単なる投資のテクニックを学ぶことにとどまらず、市場に対する深い洞察と自己規律を身につけることにもつながります。彼の教えは成功だけでなく失敗からも学ぶ姿勢を養うことを奨励し、その持続的な価値を示しています。したがってリバモアの株式投資術は単なる投資家にとっての必読書を超えて、真の意味で市場に生きる全ての人々にとっての指針となるでしょう。彼の残した知恵と哲学はこれからも私たちに多くのことを教えてくれるに違いありません。ジェシー・リバモア、その名は20世紀初頭のウォール街で輝きを放ち、今なおその影響が色褪せることはありません。彼は生涯を通じて株式市場の波乱万丈な舞台で大きな成功と破産を繰り返しましたが、その度に独自の相場眼と冷静な判断で復活を果たしました。14歳で株式取引に足を踏み入れ、20歳でニューヨーク証券取引所でのキャリアをスタートさせた彼は投機王として知られ、株価の暴落を予言したことでも有名です。彼の手によって書かれたリバモアの株式投資術は、その経験と洞察を余すことなく伝える唯一の著作です。この書籍は彼の厳格な投資ルールや市場へのアプローチを紹介し、相場に立ち向かう姿勢を示しています。リバモアの教えの中心にあるのは情報に左右されない自己の分析と規律です。彼は常に市場の本質を見据え、その動きに迅速かつ的確に対応することで成功を収めました。本書の構成はリバモアが投資に対する彼自身の哲学を探求するための道しるべとなります。第1章では投機という挑戦かテーマで、リバモアがなぜ投機に魅了されたのか、彼が投機においてどのように挑戦し続けたのかが語られます。彼の視点から見た市場の本質とは何か、それがどのようにして彼の成功につながったのか、その背景を掘り下げます。第2章では株が正しく動くのはいつかと題し、リバモアの市場の動きに対する洞察が語られます。彼が株価の変動を読み解くために用いた手法や市場の本質に対する彼の理解が明らかにされます。リバモアは常に市場のパターンや動向を研究し、それに基づいて戦略を練りました。第3章先導株に従えては、リバモアがどのようにして市場のトレンドを捉え、それに乗ることで利益を上げたのかが詳述されます。彼のトレードにおける具体的な戦略や先導株の見極め方が示され、その戦略がどのようにして彼の成功につながったのかが明らかにされます。第4章では資金の管理がテーマとなり、リバモアが資本をどのようにして運用し、
リスクを管理してきたのかが述べられます。彼の資金管理の原則やリスクとリターンのバランスをどのように保ったのかが示され、投資家にとって貴重な教訓となるでしょう。第5章ピボットポイントでは、市場の転換点をどのようにして見極め、それを利用して利益を最大化したのかが解説されます。リバモアは市場の変化に敏感であり、その変動を捉えることで大きな利益を生み出しました。第6章では100万ドルの損失が取り上げられ、リバモアがどのように知って大きな損失をかぶったのか、そしてその経験から彼が何を学んだのかが述べられます。彼の失敗から得た教訓は後の彼の成功につながる重要な要素であり、その反省が彼の投資哲学の基盤を築いたといえます。第7章では300万ドルの利益が語られ、リバモアがどのように知って大きな利益を生み出し市場で成功を収めたのかが描かれます。彼の成功の背景にある具体的な取引や戦略が解説され、その成功の鍵を探ります。第8章リバモア流マーケットの秘訣では、彼のマーケット感や戦略の本質が深掘りされます。リバモアが市場に対してどのようなアプローチを取り、それがなぜ有効だったのかが詳細に解説され、読者は彼の視点から市場を理解する手助けを受けます。第9章ではルール解説が行われ、リバモアの投資におけるルールとその背景が明らかにされます。彼がどのようにして自身の行動規範を確立し、それをどのようにして実践したのかが詳細に述べられ、読者はその過程で投資に対する新たな理解を得ることでしょう。リバモアの株式投資術は、彼が1940年に亡くなる直前にまとめた唯一の相場書です。その後投資のスタイルや市場の状況は大きく変化しましたが、リバモアの基本的な投資哲学は現代の投資家にも大きな示唆を与えています。彼の観察力、自己管理、そして市場への深い理解は、時を超えて私たちに多くのことを教えてくれます。投資やトレードにおけるリバモアの教えは、単なる投資テクニックを学ぶだけでなく、市場への深い理解と個人の成長を促します。彼の手法は情報の型と高速化した現代のマーケットにおいても有効性を示しています。彼が掲げた自己分析と冷静な判断、そして市場の本質に対する鋭い洞察は、投資家やトレーダーにとっての指針となり得ます。リバモアの株式投資術が読者にもたらす価値は、単なるテクニカル分析やチャートの読み方を超えています。彼の哲学は市場がどのようにして動き、参加者の心理がどのようにして価格に反映されるかという本質的な点に焦点を当てています。リバモアは情報や噂に流されることなく、常に自身の分析と経験に基づいて意思決定を行いました。これは投資家にとって常に求められるスキルであり、彼の手法はそのスキルを育む上での重要なガイドとなるでしょう。彼の投資哲学は成功だけでなく失敗からも学ぶ姿勢を醸成します。彼は多くの損失を経験しましたが、その度にその教訓を次の成功につなげました。市場が変化する中で、彼のルールと規律は変わることなく役立ち続けています。特に現代の高頻度取引やアルゴリズム取引が主流となる中で、リバモア的なアプローチは市場の騒音を排除し、本質的なトレンドを捉える力を育むのに役立ちます。リバモアの株式投資術には彼の生涯と実践が詰まっています。彼のトレード戦略や資金管理の手法は、投資家が自己のポートフォリオを適切に管理し、リスクを最小限に抑えるためのヒントを提供します。また彼の見解は市場の複雑な動きを理解するための鍵を握っており、読者はその洞察を通じて市場の本質により深く迫ることができるでしょう。さらに特別収録の漫画伝説の相場師リバモアは、彼の人間ドラマを視覚的に表現し、彼の決断とその背後にある心理的な葛藤を読者に伝えます。リバモアが直面した様々な試練と彼の持つ強靭な精神力は、投資家にとっての励ましとなるでしょう。彼の物語は単なる投資の技術書を超えて、人生の哲学としても価値を持ち続けています。リバモアの手法を学ぶことは、単なる市場の参加者にとどまらず、より良い意思決定と深い洞察を求める全ての人々にとって有益です。彼の教えは時間を超えて価値を保ち、常に新たな知見を提供してくれるでしょう。彼の生涯は市場の波に乗るだけでなく、
その波を理解し、自己を成長させるための模範となる存在です。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの人生には健康が不可欠であり、その健康が支える美容と心の安寧が、私たちの幸福感や生活の質を左右するからです。読書で学ぶ知識は精神的な成長を助けますが、健康的な体と美しい外見はその知識を実践し、さらに効果的に生かすための基盤となります。健康を維持し、美容を保つためには、適切な食生活と運動が不可欠です。特に、個別のニーズに合わせたトレーニングや食事管理が可能なプライベートジムは、その効果が高く評価されています。その中でも、ライザップ結果にコミットプライベートジムは、顧客一人一人に専属トレーナーによるマンツーマンのトレーニングを提供し、最適なプログラムを提案します。これにより、それぞれの身体状況や目標に合わせた最適な運動計画が作成され、継続的なサポートが行われます。このジムの特徴としては、まず専属トレーナーによるマンツーマンのトレーニングが挙げられます。一人一人に合わせた細やかな指導が受けられるため、これまでジム通いが続かなかった方にも最適です。また、食生活やメンタルのマネージメントも重視されており、健康的な体づくりをサポートします。トレーニングと並行して、食事や心のケアをトータルでサポートすることで、リバウンドを防ぎながら理想の体型を手に入れることが可能です。さらに、30日間の無条件全額返金保証が提供される点も大きな特徴です。これは、ジム自体が顧客の成果に自信を持っている証であり、安心してサービスを試すことができる点です。また、1日50分、週に2回という無理のないトレーニングスケジュールや無料カウンセリング、そして完全個室のプライベートな空間が提供されることも、利用者にとって快適で効果的なトレーニング環境を整えています。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、そのダイエット効果だけでなく、健康管理にも特化したニーズに応えるサービスを提供しています。現代社会において、健康維持と美容への意識が高まる中で、個別対応のプログラムが求められています。その点で、ライザップのトレーニングは、単なる美容志向だけでなく、健康的なライフスタイルの実現を目指す方にとって最適な選択肢と言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。